絶対絶対あの桜田って秘書はさくちゃんだった。だからきっとここで待ってれば。何やってんだこんなところで。店の人に迷惑だろう。あ、五代さん。五代さんこそどうしたんです。どうしたもこうしたも銭湯に来る理由なんて一つしかないと思うが。確かに美味しいですよね、ここのコーヒー牛乳は。あれ、皆さんこんなところでどうしたんです。あ、エヴァ。あ、どうしたんですこんなところで。こちらの銭湯のコーヒー牛乳が美味しいと伺って。マジかよ。はあ、この間の秘書が知り合いに似てるからってそれでずっとここで待ってたのか。まるで奇跡を願う恋人同士のようですね。いやー、照れちゃうな。いや、無謀すぎるだろう。さすがにお互いに銭湯の常連って言ったってそう都合よく。どうしてこんなことに。それは俺のセリフです。せっかくの休日が。やっぱり運命ですね。運命、いい響きです。サクちゃんに会いたいって思って待ち伏せしてたら、まさかみんなとも合流できるなんて最高ですね。待ち伏せしてたのかよ。だってさ、僕めちゃくちゃ驚いたんだってば。まさか銭湯でよく会うサクちゃんが、コーヒー牛乳一気飲み対決するサクちゃんが、偉い人の秘書だったなんてびっくりだよ。やってるのか、コーヒー牛乳一気飲み対決。そんな目で見ないでくれる。五代、付き合わされてるだけだから。うちのがなんか悪い。それでなんでこんなことやるのっていうか、どうしてやるの。同じことを言っていますよ。でも確かにどうしてこんなことをって、それくらいの圧で聞きたくはなりますね。だから言っただろ、現状を憂いていると。お前たちは慣れ合いたるみすぎたんだ。そんなんじゃいずれ来る時に後悔する。僕はそれを看過できない。それだけだ。それを。そうか、感化できないのか。じゃあ仕方ないか。おい、納得するのが早すぎやしないかい。だって僕たちのこと考えてってことなんですよね。なら仕方ないかって。ま、それだけじゃないけどね。僕は僕個人の私利私欲としてもこの総選挙を成功させたい。僕は彼を輝かせるためならば何だってする。要するにいろんな奴らの市場と思惑が絡んでるってことか。まあそうだね。君はよく知っているだろ、大人の世界ってやつだ。やってられんな。ちなみにですが、他のブロックはどんなご様子なんです。合宿所で生活を共にしていればいろいろと分かるところもあると思っていたのですが、なかなか他のブロックとは交流するタイミングが。羽振さんはお元気ですか。羽振はリーダーブロックだったか。そうだな、知ってどうすることもできないだろうが。あー、サクちゃん悪い顔。一応配信で話し合ってるところとかは見ましたよね。ああ、俺たちの生活を配信するなんて悪手。どうかしてると思うけどな。そう、ある意味平等性が上がっていいと思うけど、人は必死に努力する人間を応援したいと、そう思うものじゃない？まあ、そうかもしれませんけど。ある意味で一番ピリついているのはリーダーブロックかもしれない。強すぎる子、それぞれがリーダーシップを取れる強者ばかりだからね。ま、
当然の結果だけれど、生き残り体力が強いラッチも多い。腹の探り合いばかりをやっているようだよ。そういう意味ではファンタジスタも同じくか。お互い読めない部分があるからこそ、それぞれに腹の底は見せない。本心で語らわず、ぶつからず、共同生活を送るのは大変だろうね。それからスマート、あそこはそもそも冷静沈着な子が多いからね。今はお互いの動きに注視しているって感じかな。まあいずれにせよ、そんな余裕も時間もないと思うんだけどね。こんな状態で次の試練を乗り越えられるのか。さあどうなることやら楽しみだね。わあ、長ゼリフすごい、すごい。そこなのか。僕ともなればこれくらい。っていうか指令って何？指令って重要任務って感じでかっこいいな。次の指令は、待て、のぼせたか、溺れるなよ。うわあ、大変だ。僕コーヒー牛乳持ってきます。そこはお水の方がいいんじゃないかな。まただ、またテンポが今のところ遅れて、もう一回。よし、楽しい。体はしんどいんだけど、この総選挙が始まってからずっと心がワクワクしてる。同じブロックにはたくさんの強敵がいるし、その中で俺が選ばれるのは難しいってそう分かっていても、それでもワクワクして止まらない。新しく出された指令、みんなで一曲を歌い上げるのだって花笑み以外では初めてだから。お、さつきさん。あ、ごめん、俺スタジオの予約時間超えてた。大丈夫、少しだから。さつきさん、すごく疲れた顔してる。どうしたんだろう。あの、さつきさん。待って、今の俺に人を気にする余裕なんてある？俺自身に俺の時間を割かなくて、後で後悔したりしない。その、飴食べる？黒糖なんだけど、疲れ取れるよ。ありがとう、水不要の人。それじゃあ、またね。また。そうだ、今は俺のことに注力するんだ。もっともっと胸を張っていられるように、俺は絶対に進化するんだ。駅面総選挙ニュース。駅面総選挙が始まってしばらく経ったけれど、これを見ているパッセンジャーのみんなは一度は投票をしてみてくれたかい？無論、例に入れただろうな。なんで自分やないの？いや、例にさえ投票してくれればそれでいい。目がマジやん。興味深い話をしているね。双子の弟くんへの思いをもう少し聞かせてもらおうか。やめ、もうこの話はおしまい。はい。なぜだ。何やったっけ。せやせや、オフィシャルサイトでは今も毎日投票受付中やよ。ほんで10月6日から9
公式ポップアップショップがオープンするんよ。駅面総選挙出張購買所にはうちらのグッズが盛りだくさん。無論こちらでも投票ができると聞いている。オフィシャルサイト、ラッチ友の会、出張購買所など様々なところで投票できるというわけか。後で絶対購買所行くやん。いや、まずは詳しいことをオフィシャルサイトで確認だ。失敗は許されないからな。信頼に足る情報化を精査すべきだ。なるほど、確かにそれは一理あるかもしれない。ところで我々30名が歌う新曲はもう聞いてくれたかね。パッセンジャーたるもの聞いていないなどありえないだろう。もうそんな怖い言い方せんの。みんな気に入ってくれたらほんまに嬉しいと思うとるよ。気に入っていない人間などいるわけがない。あーもう、とりあえずこんなうちらやけど俺に清き一票。どうぞよろしく。